小畑と木並のレギュラー争い。2023年、矢野監督から岡田監督に代わり、岡田監督は基本的にポジションを固定する方針を立てていました。2022年度に不動のショートであった中野拓夢がセカンドにコンバートされたため、ショートのポジションに穴が開き、ショートのレギュラーを取るべく2人の選手が開幕前に猛烈なチーム内での戦いを繰り広げていました。その候補とは小畑龍平と木浪聖也でした。阪神 OB の藤川球児は当時小畑をかなり推していました。川藤幸三の YouTube チャンネルで藤川氏はこのように発言しています。木浪はかなり厳しいと思います。僕はやっぱり小畑を推したい。守備力では小畑は素晴らしいものがあるし、何よりまだ高卒4年目、木浪は社会人卒の28歳だから、正直もう伸びしろはないかなと。糸原もそうじゃないですか。糸原、木浪を当時取ったのは小畑みたいな若手が育つまでの即戦力だったんで、やっぱり今は小畑を試合に出すべきです。木浪はもう伸びしろはないから若い小畑を使うべきだと藤川氏は考えていました。しかし一方、岡田監督の評価は開幕直前まで拮抗していました。岡田監督がショートにおいて最も重要視している守備面において、この2人を高く評価していました。小畑が肩が強く守備がとてもうまいのは入団時から知られていたことですが、木浪が予想以上に肩が強かったのです。木浪は思ってた以上に肩強いな、俺もそれは再発見やわと岡田監督。中野が肩が強くなかったことを理由にセカンドにコンバートさせたので、岡田監督は肩の強さというのを重視していたのでしょう。しかし打撃面ではオープン戦で小畑は15試合で打率2割7分、木浪は10試合で打率2割3分1厘と小畑が一歩リードしていました。守備力の評価は同じでしたが、打撃で小畑がオープン戦で良い成績を残していたのもあって、開幕スタメンは小畑がつかみ取りました。若い小畑を育てたいという思いがあり、誰もがこのまま小畑が1年間ショートのスタメンに座るかと思っていました。しかし現実は大きく異なり、現在木浪が不動のショートとして活躍しています。今回はこの復活を遂げた木浪聖也について迫っていきたいと思います。木浪聖也の入団から4年目まで。木浪は青森の名門青森山田高校出身。甲子園出場はないまま高校を卒業し、亜細亜大学に進学。主力としてプレーし、3年秋と4年春にはリーグ連覇。1年生と3年生の時には明治神宮野球大会での優勝を経験。その後ホンダで社会人野球の道へ。2年目からショートに定着して1番や3番として活躍していました。そして2018年度のドラフト会議で阪神から3位で指名を受けました。畑山スカウトは強肩と安定したスローイングでアマチュア球界トップレベルの守備力を誇る即戦力ショート、パンチ力を秘めた打撃に確実性が伴えば1年目から内野のレギュラー争いに食い込める力を持ちますねと守備力とパンチ力を高く評価し、即戦力として期待していました。2019年、1年目の木浪はオープン戦で12球団最多の22安打を記録して新人最多安打記録を更新するなど素晴らしい活躍でした。そして開幕スタメンを勝ち取り、同じ社会人1年目だった近本と共にキナチカコンビとして期待されていました。しかしノーヒットに終わる試合が続き、スタメン落ちを経験。最終的に113試合、打率2割6分2厘、4本塁打、32打点でシーズンを終了しました。守備指標である UZR はマイナス10と、かなり守備が壊滅的な状態で、守備が大きな課題として挙げられていました。しかし打撃面は同期の近本と比べると見劣りしますが、1年目としては十分な活躍をし、これからが期待されていました。そしてその打撃面でも2年目は92試合打率2割4分9厘、3年目は92試合打率2割2分7厘、4年目は41試合打率2割4厘とどんどん低迷していきました。2年目からの守備力は1年目よりは良くなっていましたが、それでもうまいとは言いづらいものでした。矢野監督の贔屓と岡田監督への交代。
矢野監督の木浪に対する贔屓と考えられる状況がありました。糸原が贔屓を受けていたことは有名ですが、木浪もその一人であったと思います。木浪は対右投手の時にスタメンで使われることが多かったのですが、特別右投手に強いわけでもなく、守備がうまいわけでもなかったため、ファンからは謎起用と叩かれることもありました。試合終盤の守備固めで守備のうまくない木浪がつくなど、明らかな木浪びいきが見られることもありました。そして叩かれたこともあってか、中野が台頭してからは矢野監督のそういった起用は減っていきました。そして監督がショートのポジション固定を明言し、守備力を重視する岡田監督に代わり、木浪にとって勝負の5年目を迎えることになります。もう矢野監督の贔屓もなく、実力でレギュラーをつかみ取るしかありません。そんな中、木浪は11月の秋の秋季キャンプでショート候補として猛アピールし、岡田監督はこのキャンプを経て木浪を高く評価。木浪は1年目から3年目まで開幕スタメンで出られたが、4年目に初めて開幕スタメンで出られなかった。このオフはすごく大事と言っており、5年目にかける思いは誰よりも強かったことがわかります。キャンプでは課題であった守備も猛練習の末かなり改善されているように見え、岡田監督も小畑に引けを取らないほどに木浪の守備力を高く評価しました。近藤との自主トレ。そして秋季キャンプ終了後、木浪はソフトバンクへの移籍が決まっていた近藤健介らとともに鹿児島県徳之島で自主トレを行いました。推定7年50億円の大型契約を勝ち取った好打者から吸収できる技術は多かったはずです。毎年数字を残すのが大変だけど、近藤さんはずっとやっている。自分から率先してアドバイスをもらう時もありますし、いろいろ吸収してもっと見て聞いたりしたいと木浪。そして打撃面で木浪はこのような金言を得ていました。結局手で打ってしまう点を最初に言われた。手は最後についてくる。とりあえず体を回すことを第一に考えてと言われたと悪癖を指摘され、その改善に取り組みました。近藤打法の完全な習得を目指し、守備でも打撃でもレギュラーに近くなれるようショート争いに心を燃やしていました。そんな5年目に野球人生をかけて勝負している木浪ですが、努力が実り大きな飛躍を遂げています。木浪聖也、トレード候補から5年目の覚醒。2022年オフ、左打ちのショート候補が5人もいて、木浪もトレードがあるかもと言われました。そこに渡辺亮が加入し、内野手レギュラー争いが俄然厳しくなりました。そんな逆境で木浪は開幕直後こそ小畑にレギュラーは譲ったものの、少ないチャンスをものにして現在不動のショートとして阪神を引っ張っています。守備でも素晴らしいプレーが目立っていますが、小畑に最も差をつけているのはやはり打撃。5月3日の中日戦ではクローザーのマルティネスからプロ初のサヨナラ打を放ち、5月14日には規定打席に到達。その時点では打率3割5分6厘と打率ランキングセリーグ3位にも躍り出ました。その後打率を2割7分7厘まで落としていますが、目につく働きをしています。なぜ木浪はここまでの成長を遂げたのでしょうか。ミスタータイガース掛布正幸氏は成長の理由をこのように考えています。前までは構えでバットを立てていたが、今はバットを肩に担いでいてレベルスイングができている。アッパースイングやダウンスイングでは打つポイントが1点しかないが、レベルスイングをしていればどこにボールが来てもバットの芯に当てられる。近藤から1点で打ってしまっていることを指摘され、試行錯誤の末たどり着いたのが現在の打撃フォームなのでしょう。また掛布氏は長打力を捨てた勇気について触れました。アマチュア時代は長打力があったバッターだと思うが、それでもプロではホームランを20本30本も打てるわけではないと、自分のバッティングの大きさみたいなものにやっと気づいたんじゃないかな。木浪自身が長打を捨てたことで長いレベルスイングを意識できていると思う。実際木浪は70試合220打数で未だホームランは0本、長打率3割2分7厘と長打は非常に少ないです。木浪は上位打線につなぐ8番という役割なので、掛布氏の言う通り長打を捨て単打でも塁に出ることを意識しているのだと思います。
そして掛布氏は木浪の今後の課題としてインコースの対応を挙げました。バッティングはグリップエンドが第三の目と言われているが、バットを担ぐ木浪のグリップエンドはサード側に向いている。サード側に向いているグリップエンドがインコースに向くのは結構難しい。これからの木浪の課題はインコースのスライダー、カットボールに対して対応できるか。右肘の使い方が大きなポイントになる。実際木浪はインコースを打てているのでしょうか。調べたところ26-10、打率3割8分4厘と掛布氏が懸念していた課題は右肘をうまく使って克服していると言えます。一時期は4割近い打率を残していた木浪ですが、7月8日現在調子を落として打率もついに3割を切り2割7分7厘です。ここまで毎日試合に出続けるのも久しぶりでしょうから疲れが出てきたのかもしれません。交流戦のロッテ戦では9回表の大事な場面でエラーも記録しました。一時木浪を休ませるという意味でも小幡をスタメンで使ってみてもいいかもしれません。ただ現在の阪神首位に木浪は大きく貢献しているので、あくまでレギュラーは木浪のままでいくと思います。シーズン終了後に木浪がどんな成績を残しているのか、果たしてベストナインを取れるのか目が離せませんね。今回の木浪聖也の動画はいかがでしたでしょうか。どんな逆境でも努力によって克服できることを教えてくれましたね。木浪が出塁することで投手に打順が回り、送りバントでチャンスで上位に回せると評価されています。木浪が出塁して自打者の投手で3アウトになったとしても、次の回ノーアウトで1番に回せますから、木浪の働きは大きいです。木浪についてご感想やエピソードがありましたらコメント欄で教えてくださいね。この動画が面白いと思ったら高評価ボタンやチャンネル登録をよろしくお願いいたします。今日も動画を見てくれてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。